はい。では、16時30分になりましたので、ガイドセッションを始めたいと思います。皆様どうぞよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。願いしす。お願いします。ますえー、では、ちょっと開始前にですね、私の方からこのセッションの目的について、簡単にご説明差し上げたいと思っております、えー。私はですね、全国通訳案内士、海外からのお客様をガイドするお仕事をしております。そういった中で、今回のテーマは、 コロナ後にガイドは必要かという非常に、あの、なんでしょう、キャッチーなテーマを設定しております。で、このテーマを設定したのには2つわけがあります。でまずですね、コロナが収束した後も、あの、1つ目としては、 やはり人と接することにすごく慎重になる方というのもおられるのではないかと思ってます。そういった人と接触することに慎重になる中で、それでもなお雇いたいと思われるガイド、そういったものはどんなものなんだろうどんなガイドなんだろうという疑問がありました。そして二つ目、これはですね、遅かれ早かれ、この問題は向き合わなきゃいけなかったというものがあります。というのが何かというと、スマホはますます一般的になってきているし、 AI もどんどん高性能になってきているで自分が旅をする時に例えば私の友人だったら、えー、スマホにですねウィキペディアを読ませて、えー、音声を聞きながら歩いてるっていう方もいるんですねそういった中で、えー、人をを雇うううう価価値値っってててだだろろガイドが提供できるとということを日々考えておりますなのでこれはコロナに関係なく向き合わなきゃいけないんじゃないかというふうにずっと思っていたので、えー、この回ではですねそういったことについて話していきたいと思ってます で、もちろんですね、えー、コロナ後にガイドは必要かという話をしていますが、必要だ必要ではないっていう風に結論を出すものではなくて、えー、ガイドの持つ価値というものについて考えていきたいという、そういうセッションになっております。ではですね、えー、今から皆さん、それぞれ2、3分で自己紹介をしていただこうと思っております。じゃあ、まず私から、 ご案内しますね。えー、改めまして、白石美香と申します。えー、m カンパニーという会社を経営しております、えー。そこではですね、全国通訳案内士として海外からのゲストをご案内したりしております。あとはですね、えー、観光庁の外部専門人材として、えー、海外の方を案内する際にインバウンドの受け入れのアドバイザーとしても活動していて、今年は秋田犬ツーリズムさんで、えー、秋田県で どんな風にあの海外の方をお迎えするかというアドバイスをしています。そして最後に、えー、ジャポニーズムというバーチャルツアーで世界のどこにいても 日本に旅をすることができるバーチャルツアーサービスを提供していますで。これはもう説明するよりも体験していただいた方が早いと思いますので、ちょっとですね、あの皆さんに疑似体験をしていただこうと思いますので、どうぞお楽しみください。ガイドは、あ、ちなみにこのセッションはですね、ガイドはエンターテインメントですので、あの、すごく楽しい会にしたいなと思っておりますので、お楽しみください。では、高山ツアーお送りしますね。 Takayama is a small lovely town surrounded by mountains and forests. After riding trains for many hours, finally this small town suddenly appears in front of you. During this tour, you will enjoy the town of the his the historical town and its nature. Now, we are in front of Takayama's old town. Let's have a look. So, during this virtual tour, we will virtually walk around the town of Takayama. So, when you walk on the street of Takayama, we often see or we often find these small things. What's this? はい、ここまでですね。時間の関係でここまでです。え、神棚みたいなのがですね、1階の屋根に乗ってたりするんですよ。で、それがもう高山の街中にあるんですけど、一体なんだみたいなものなんですけど、え、こういった普段歩いていたら見逃してしまうような小さなもの。でも実はそれは、え、その街の持っているアイデンティティと深く関わっているものだったりする。そういうのをですね、バーチャルでも、 それから実際のツアーでも翻訳していくというのが、えー、私ガイドのガイドとして行っていることですはいではですね次の方、えー、お願いしたいと思うんですけどあの時間をちょっと区切りますのでだいたい23分でお願いしますで3分経ったら私合図しますのでお願いします、えー、まずちょっと私がですねあのぜひこの方にお願いしたかったっていうのがあの玉木さん 玉木さんはもう任天堂ウィーの企画開発者として有名なんですけれどあのどんな体験デザインをするのかとかそんな話を聞かせていただければと思います玉木さんお願いしますはい玉木でございますよろしくお願い,いしますお疲れ様ですよろしくお願いします聞いていただいてる皆さんもおいでいただいてありがとうございます、えー、玉木慎一郎と申します、えー、昭和52年生まれの44歳でございます <laughs> 今青森県八戸市からつないでおります 地元ですで私はあの昔任天堂という会社におりましてそこで企画を勉強してで、まあ、そのままいてもよかったんですがなんかあのたまに帰省すると田舎の食い物おいしいなとかそういうことを感じるようになってですねふわっと U ターンをして、えー、起業をしてしまいました、えー、今は企画を一緒にいろんな方と一緒に考えるお仕事とか あと NPO で地域をちょっと頑張りましょう、元気にしましょうみたいななんかそういうお話とか、あと大学でちょっと講義をしたりしてますが、あの、よいしょ。あの、こ,こんな本を去年、あおととしか出しまして、ついやってしまう体験の作り方という本なんですが、あのゲームってあの役に立たないんですよね。<laughs> あの、なんて言うんでしょうね。 例えば洗濯洗濯剤って役に立つんです油汚れも落ちるからその便利です使いましょうという話なんですがゲームってそういう実技がないんですねでもなんかやっちゃうんですよこれ一体何なのということをずっと考えていたことをそのいろいろ研究してみたりとかこう実践してみたりとかして、えー、本にまとめました要はゲームってこういう体験をさせてるから面白いのか これが面白さの正体かみたいなものをこう本にしてみたりしました。で、その内容を例えば地元で、えー、青森でこうちょっとした旅とか、そのサービスの設計をするときなんかに応用したりして、なんかこうもっと面白いものを作れたらいいなと思っております。観光に関しては素人なんです。あのなんですが、あのなんか変なこと言うかもしれないですけれども、ぜひお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。 お願いします。ありがとうございます、いますはい。ではですね、あの私がその次にえナルセさんにお願いしたいなと思います。ナルセさん、あのオーディオガイドで有名なオンザトリップの代表のナルセさん、では自己紹介お願いします。はい、了解です。今日はよろしくお願いします。ちょっと僕画面共有しながらお話しできればと思います。ちなみにちょっと今日ですね、ちょっといろんなトラブルがあってですね、今あので、ね、今ですねあの。 バス乗り場にいて、バス乗り場から実はバーチャル背景で、<laughs> もうめちゃくちゃですね。めちゃくちゃな場所でやってるんですけど、すみません。よろしくお願いします。<laughs> 時,時代のありありあは。<laughs> はい。このセッはね、結はね、割とね、あの、楽しみながらやりたいなっていうところがあるんで、ちょっとそんな話を皆さんで、なんかね、一緒に旅してるような感じでできたらいいな、なんていうのを思ってます。<敵>はい 僕たちあのご紹介いただいたように、あのオン・ザ・トリップってオーディオガイドをやってる会社なんですが、僕の超簡単な自己紹介させていただくと、実は10年前にです、ね、世界一周こう旅をずっとしていて、えー、それで日本帰国してからずっと旅にまつわる、えー、サービスを起業してるんですが、あの書籍とかもです、ね、あの旅にまつわる本を出してるんですが、最初はあの旅ラボっていうモバイルメディアを創業しまして、で5年前にあのオン・ザ・トリップっていうあのトラベルオーディオガイドの会社を創業してます。はい であのまあ、オン・ザ・トリップがまさに今回のテーマにめちゃくちゃドンピシャというか、あのまあ、人が案内するガイドではなくて、僕たちは実はデジタルで、自分のスマホがこうオーディオガイドって、まあ、いわゆる美術館とか行ったら、ごほ、ね、美術館とか行くと、ごホがこう語りかけながらとかあの、ね、説明するようなオーディオガイドがあると思うんですけれども、あれをその自分のスマホで、なんか機材を借りてとかじゃなくて、自分のスマホで体験できるというのを作っていて、それは日本各地の実はお寺とか神社とか美術館。 あとは街歩きそのものをですね、まあこう美術館に見立てるというか、博物館に見立てるような感じで、オーディオガイドを作るということをやっていましてで、音声がメインなんですけれども、こう位置情報、スマホで位置情報を連携しながら、まあビジュアルですね、あの写真だったりとかテキストでも体験できるというのを、まあ日本語以外の英語、中国語を鑑定時、判定時でやってるというのが、まあ僕らのガイドなんですが、 あのまあ、今回のガイドが必要かどうかっていうところにも非常にリンクしてくるんですが、まあ、僕らのガイド自体本当に一つ一つ企画を立てるというかですね、まあ、めちゃくちゃリサーチをしてですね、まあ、その場所ごとのこう映画を見るようなというか 小説をめくるようなこう、ドラマを聞いていくような、そんな体験を一個一個の場所ごとに作っていて、全く全然違う体験を作っているというのが、まあ、僕らの,あの体験でして、まあ、まさに映画を見るような、なんかそんな体験をですねそれぞれの場所でプロデュースしているというのが、えー、やっていることでして、で今、おかげさまで日本各地で200施設以上のですね公式ガイドにえ導入していて、今、日本で一番多くこうオーディオガイドを導入しているというような、まあ、そんな会社になっています。はい でああのまあ、イメージ、こんな感じの QR コードを入り口で読んでもらって、ガイド体験してもらうって感じなんですが、まあ、僕らのオフィスがですねこんな感じの、えー、キャンピングカーをですねうちの実は本社にしていて、えー、日本各地点々とですねこのバンが移動しながら、ですねあのー、その場所ごとの企画を作っていくっていうような感じで作ってるみるので、その辺の話とかももし触れる機会があれば、今日話してきたらと思います。あとすみません、多分あのバス乗り場なんで、そんなにね実はめっちゃ田舎のバスなんで、あの 人が来ることあんまないんですけど <laughs> あのちょっとだけバスの音が入ったらちょっとミュートするんですすみませんよろしくお願いしますはいサン、はい、プぴったりですおお素晴らしいありがとうございますはい、はい、お願いしますそれでは最後に、えー、日本酒のエキスパートと言ったらもうこの方 <laughs> ジャスティンどうぞよろしくお願いします はい、よろしくお願いします。はい、どうこんにちは。お願いします。はい、えっ、ー、と、私はたジャスティン、えー、とっいう人間なんですけれども、えっ、ー、とー、まあ、もともとシアトル、えー、と出身でして、まあ、日本に来て十数年ぐらいも経つ感じなんですけれども、今、千葉のいすみ市というところを拠点にしていて、で、ここで、えーとまあ、ポツケプロダクションという会社、えっ、ー、と、えっ、ー、とー、えーとー えと奥さんと2、まあ、人で運営している感じ,感じなんですけれどもあ、まあ、仕事としましてはです、ねまあ、ガイド的な仕事って言いますと、まあ、結構裏側で日本各地のさまざまな企業とかそのクロスセクターの連携のツールのプロジェクトのいろんなその企業との、まあ、商品開発だったりですとかガイド育成、えー、とコンテンツと、まあ、コンセプト作りで、えー、とサポートさせていただいたくし仕事もしてるんですけれども、まあ、と同時にいろいろもう日本全国も旅していくうちにですね えっと工事とかえっとですねえっと発酵という世界ももうの沼にえっとはまってしまってですねそこでもどん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 えっと日本酒の方に。 映ってきたっていう感じにもあるんですけれども、酒造りとか少し点々とやりながら、例えば世界初の日本酒本格焼酎に特化したポッドキャスト、世界に向けて酒オネアのプロデュースと MC という形をやらせていただいたりですとか、昨年、酒フューチャーサミットという形で日本、して世界全世界のお酒日本酒本格焼酎に まつわる現状ですね、のことを初めての世界サミットとやらせていただいたりですとか、そういったところで主に日本酒、発酵のことをベースに世界の事業者とつなげていく、サポートする仕事をさせていただいているんですけれども、基本的に遊んでます。そういうふうに基本自分の納得いく。 ことしかちょっとやらない人間なんでえっ、ー、と流れで流されてきた結果がまあそんな感じで、えー、と仕事をさせていただいてますはいはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いします, <laughs> します素晴らしい皆さんはいということで、えー、このガイドセッションでは、えー、コロナも後もガイドは必要かというテーマでお送りいたします、うん、なのでまああのガイドがする価値えー、外国の方にどんな風に日本を紹介するのかっていったところを深掘りしていけたらと。 思っております。はい。えー、それではですね、え、改めて、えー、もう一度お話をすると、コロナ後、えー、それでもガイドを雇いたくなるにはどうしたらいいかというふうにお話をしておりますが、うん、えー、雇いたくなる価値というふうにして考えています。ちなみに、えー、ガイドって言ったときに、ちょっとこれから私言い方変えた方がいいですよね。ナルセさん、私、ガイドって言ってるんですけど、はい、ナルセさんが提供してるのもガイド <laughs> そうですね。ガイドですね。なんて呼んでますか、はい ガイドって読めますデジタルガイドスマホのガイドとかデジタルガイドとか、まあ、デジタルガイドが分かりやすいかもしれないですもしガイドを人というふうに分けるんであればデジタルガイドと人のガイドうんですかね。うんうん はい。<laughs> はい、で、えっ、ー、と、質問がある方がいらっしゃったら、YouTube でどんどんコメントしていただければ、もし、あの、拾えたら、<laughs> 余裕、余裕があれば拾っていきますので、ぜひ、あの、もしコメントなどあれば、拾っていってくだあ、あの、書き込んでください。でですね、えっ、ー、と、ちょっとまず最初に考えたいことが何かなというと、人のガイドっていうのと、うん、オーディオガイドの立ち位置の差についてどう思うか、みたいな感じですかね。そこら辺をまずお話ししていけたらと思うんですが、うん、どうでしょうか、お話。 あなたでもいいんですけれどもうん、うん。なんか多分僕がドッシャーな感じがなんとなくそんな <laughs> そんな匂いがもう、はい、<laughs> 指名でしたね。<laughs> ねそれにみんなでコメントしてきましたかょか、ね。はいはいはい。まあ人のガイドとデジタルガイドのなんか僕実はあんまり切り分けてなくてあのうん、うん、僕たちがやってるあのオーディオガイドってまあ基本的にその場所の。 物語を発掘して、まあ、その場所に来た人たちにその、まあ、それこそ街歩きだったら、まあ、街にめちゃくちゃ面白い人がいるわけですよ、あの案内人の方とかって。で、あのまあ、本当にそういった方、あのね、上のンズの方もいれば、あの若い人たちもいたりするんですけれども、あのもう本当にめちゃくちゃ面白い人って、実はめちゃくちゃたくさん人がいるわけじゃなくて、本当に正直僕らの肌感的に言うと、一つの地域に一人とか二人ぐらい、あのまあ、んそんな状況だなと思っていて。 じゃあ、なんかあの、その人たちにアプローチするのって、まあ、あのね、たまたま僕たちとかは、こう、仕事でね、行ってお会いできるんですが、なかなか会えないと。で24時間365日、そういう人たちがいるかというと、当然いるわけでもないですし、あのまあ、なんか日本語だけじゃなくて、英語、中国語とか、まあ、た多言語を話せるかというと、なかなかね、そう話せるっていう人もいなかったりして、でもっと言うと、やっぱりその、どんどんどん、後継ぎというか、ガイドの人たちもいなくなってしまうと。つまり、そういった人たちの、えー、面白い人の話のアーカイブっていうのが必要だよねと。 そういうのが、まあ、結構あの僕らは言ってる中ですごい思っていてで僕らやってることって基本的にはそこにいるめちゃくちゃ面白い人をアプリ化していくっていうことなんですよ、うん、なのでその面白い人たちが、えー、実際に紹介するような話だったりとかっていうのをうまく物語仕立てに入れながら体験を作っていくっていう感じなので実際に僕らのオーディオガイドを使った後に えー、その人の声実際に聞いてみたいみたいな、えー、っと思いから、えー、なんかまあ僕らの中にも実はそういう問い合わせ先とか入れてるんですけど、そういったガイドの人に飛ぶみたいなこともあって、実はうまく連携してるっていうのが正直なところです。で、まあさっきのデジタルガイドと,、えー、っと人のガイドの違いっていうところで言うと、まあ、結構いろんな違いがあって、まあまず人のガイドのいいところって、 まあもうパーソナライズなんですよ、完全に。その人が質問その場所でしたときにパーソナライズすることによって、例えばこんな、これって何なのとかって、やっぱりオーディオガイドだけでは伝えることってなかなかできない。オーディオガイドって基本的に一方通行なんで、えー、同じことというか、 そのみんなに対して同じことを発信するっていうことが基本的なものなんで、まあ、そこが結構大きい違いで。デジタルガイドのいいところって映像とかを入れることによって例えば過去の物語過去はこんなここはこんな写真だったとかっていうのが立体的に見えたりするというところがあったりとか、うんまあ、あと一方で僕ら本当にその面白い体験っていうのをさっき言ったように物語帳に作ってたりするっていうことがあって、まあ、声優の方とかがすごいこう。 あの物語に引き込むような没入感があるものを作れたりするっていうところだったりとか最近これ気づいて面白かったんですけどあの東さんって「弱いつながり」っていう本を書いてるあの東ろきさんって方がいてそこで言ってるのが検索ワードを見つけるっていうのがあ新しい旅のありがたなんじゃないかっていうのを言ってるんですが、まあ、これ何かっていうと、まあ、実際にその自分の知りたいことを旅先で知るっていうよりかはそこにある情報を一方的に聞くことによって興味がないことへの関心が湧くことで 実はそれによって自分の世界がこう広がっていくんじゃないかみたいなで。それはもしかしたら僕らのオーディオガイド、まあ、これ人のガイドでももちろんできるんですけども、まあ、オーディオガイドだからこそできることっていうのもあるんじゃないかなっていうのは思ってます。ちょっと長くなっちゃいましたけど、いやいやなんか、ざっくり、そんな感じはあのイメージしてます。はい。ありがとうございます、はい。なんか、なんかありますかあの、今、ちょっとしゃべりたそうな方が。いや、あのー、すいません。あのーはい、はい。な,なんていうんですかね。 こうそもそも旅ってあのお金払って時間割いて最後家に帰るだけの活動なんですよね。<laughs> <laughs> そのなんで旅行くのっていうもともと僕貧乏な家の出で旅できなかったこともあってですねそもそも旅ってものがいらねえんじゃねえかっていうところから始まっちゃったんですよ価値観が <laughs> その。なんですけどだんだんこういろいろ経験していくと。 その旅する前の自分と違っている自分になれた時って多分すごくこう充実感というか生きた意義みたいなものがあるような気がするんですよね自分が成長した感じでそれをもたらしてくれるのがたそのデジタルガイドだったり人のガイドだったりその大体こう「どうだった旅」っていうと「そのいやあ,のあそこら辺にはこういう歴史があってさすげえよな日本 でわけわかんない国だよなって言ってたりとかあともうつまんないギャグばっかり言う親父がいてさってその要は何を知ったかと誰に会ったかぐらいなんですよね実はそのだってうまかったっ言ってもまあ実際食べさせられないしそのそうするとやっぱみんなが話すこと旅の思い出に話すことって何を知ったかとか誰に会ったかうんとなると なんかですねあの、ガイドは必要かみたいな問いがあのこのセッションには設定されてるんですけどあの、なわけねえだろっていう結論が僕の中ではもう出ちゃってるっていう <laughs> <laughs> その、すごい申し訳ないんですけど、もっと議論しなきゃいけないのかもしれないんですが、いや、全然いりますよっていうふうに思います。あと今の話だとデジタルガイドと人のガイドがこう補い合う関係にあるんだと。 デジタルガイドを作ってる人が言っているっていうのがもうすでにかっこいいっていうですね。あ、素敵だなと思いながら聞いてました。<laughs> <や>以上です。<laughs> <laughs> ありがとうございます。本当そう、そうなんですよ。あのこうあのもう先にネ,ネタバレになっちゃうんですけど、私もそうやって補える関係だったらいいなというのをこう思っていたので、<laughs> 両思いでとっても嬉しい <laughs> <laughs> どうですかそのあたりはジャスティンさんは？はいそう。そうですね。もうなんか。 若干まあ話脱線してしまうかもしれないですけどももっとそのなんかた旅が必要なのかとかそのなんかまあデジタルとかリアルの間にあれはどうなってるのかその関係性とかって話になった時にじゃあそもそもその旅って何とか <laughs>、うん、ガ,イガイドって何っていう話になってくると思うんですねだからガイドっていうのはなんかそもそもなんか多分日本国内で,そのであのまあツアーのガイドっていうイメージが多分強い,いうイメージ持っている人の方多いと思うんですけどもそのガイドっていうのはもちろんそのまあ 方向、方向性をまあ示すみたいな、まあ、簡単にまあ矢印みたいなものもあると思うんですけれども、でもガイドもう一つっていう、まあ、いい意味というか、この時点にもあって、あの、その、あの、ある人の、まあ、その時点だけじゃなくて、これからガイドしていく。 ガイドとして、えー、とその人の、まあ、考え方だったりですとか価値観だったりとか、まあ、影響をああ与え続けてその人が変わっていくことっていうのはやっぱりガイドっていうイメージやっぱり意味というかの含まれてるんですね。うん、ってことは僕個人的にガイド結構なんかこういうなんか限られたこの時間の中であのじゃあその旅っていうところがじゃあそれが日本に来て,来て2週間 の滞在の話なのか。あのよ、あのホテルになんか夜もうあの眠れなくて。夜中なんか起きて、ど、ちょっとしたあの、もうコンビニ行って、かちょっとさ、買い物する。それはある意味でも、たびりもあるんですけれども。うん、あの、なんていうか、その、あの。ガイド、ガイドすることです別にその、まあ、その。 人とかそのサービスとかそれに対してお金とかあれを払ってそれと一緒に過ごすって時間でそれで終わるかっそうではないような気がするのでだからそれを意識そういうから意識し始めるとやはりそのその人が持ってくるまあ価値観とか考え方ってこういろいろやっぱり意識それ始める,するし始めるするしあのその限られた時間の中で な何を持って帰ってもらいたいとか、なんかそこら辺じゃあってなった時にどんなツールが実際に使えるのか、なんかあえて使わないのかとか、なんかいろいろその選択肢が広がって、その人に対してのけ、まあ、いわゆるケータリングみたいなガイドなんかやっぱりできるようになるんじゃないかなと、すごくあの思うんですね。で、そこら辺がまあ多分これから、な,なんていう、ろいろなんかさえ、なんか興味とか。 あの皆さんも過ごし方と我々の細分化されていく中で、まさにそのそこら辺がいろいろできること、連携とかツールとかも含めてむちゃくちゃごちゃごちゃ面白くなっていくんじゃないかなっていうすごく思うんですね。ありがとうございます。こうあの今日の基調講演でアトキンソンさんがあのもっともっといろんなまあもっともっと あの稼げるようにみたいなお話をしてた中でこう物のお金について私考えてたんですけれど物の,あお金物の価値ですね価格でも物の価値とかサービスの価値ってどういうふうに決まるかというとまず、えー、機能の価値でそれに付加価値なんですよねだから機能が例えば、まあ、ルイ・ヴィトンのバッグが物を運ぶだけだったらあのそこまでの値段はいらないと思うんですけどその付加価値。でガイドの,あのじゃあ 価値って何だろうっていうときに、をこを伝える。 とここの部分じゃあその付加価値って一体何なんだろうなっていうのをこうちょっとここのセッションで深くしていきたい、深めていけたらいいなっていうふうに思ってるんです。で、うん、あの、今話してたもので私がうーんって考えてたのがちょうどですね、昨日とあと数日前にそれぞれイギリスとアメリカから2、3年前にまあ2年前と3年前に案内したお客様からいや、ミカのことを思い出して昨日家族でみんなで話してたんだよとか言って <laughs> あのメールが来たんですよねであのこれって人のこうガイドのここの付加価値の部分かなというふうに思っててもし正しいこととか知識とかその場所のヒストリーだけを伝えてたらそこまで3年後にわざわざ家族で話すものにならないかなと思った時に人としてのガイドの価値って思い出と その場所と全部一括りになった時に思い出す一つの大切な思い出になってるっていうことが付加価値かなと思ってて、うん、なんかそういう意味であの人のガイドを雇う時はそういったあのパーソナリティも含めての付加価値なのかなというふうに思っててもちろんそこにきちんとした 知識があって、きちんと説明ができるのはもう大前提。でもそれは機能の部分なので、それ以上のものっていうのが、こう、それぞれが考えていく必要があるのかなっていうふうに私は考えてるんですけど、ただじゃあその時に、え、なんかいい人だったよね、ミカとかじゃなくて、他にもミカの体験、ミカが提供した体験すごいねとか、逆にじゃあオンザトリップで経験できた体験すごいねっていうような感じに思ってもらえるためには、 じゃあ玉木さんあのこんなものがデジタルガイドにあったら体験デザインとして面白いんじゃないとかこんなものがーーあのこんなふうにすると人のガイドとして厚みが出るんじゃないみたいなのをそういった体験デザインの目線から何かあったりしますか聞聞聞聞ききき、はいあのー、きたたたたいいいいいすごい私さっきとジャスティンさんの話の中で夜中にコンビニに行くのは旅であるっていう,もう超名言が出た。<laughs> あのーうん すごい,いあの、一人でホテル出て、近くの商店に行くまでの間の感じ、あの思い出すんですよね。僕もあのサンフランシスコに行った時に、近くの商店に行く時にあのあに、踊りながら近づいてくる人がいるんですよ。<laughs> <laughs> あの何だろうみたいな。あんまり話すと時間がなくなるな。えっとですねその、ガイドをしない間、 っていうものが旅人にはあるっていうことをまず考えないといけないですガイドってであの実は主役はやっぱりガイドじゃないんですよやっぱり主役は旅人なんですよでその旅人が何か成長意義みたいなものを得るための助けをするのがガイドなんですよねで例えばあの 漫画とか映画とかであの始まった時にですねあの、謎のキャラクターって出てきませんあの、<laughs> こいつなんなのっていう。で、そいつがなんかトラブルを連れてきたりとかする。正体は分かんないんだけど、一緒に旅をすることになるみたいな人。あの、ガイドの存在感として一つこういうのがあってもいいなっていうふうに思ったりします。その、要はですね、えっと、ガイ、えっとですね、お話、物語、映画でも、 あのいい人だけの物語ってつまんないんですよ。そのトラブルがなきゃいけないしトラブルを起こす人がいなきゃいけないんですよね。そ,のそこでその旅人本人がそのトラブルに対処してうまくやっていけた結果的にガイドと理解し合えたみたいな体験をした時にぐさーっと深いところに刺さっていくそれは自分がやったから。 自分が主人公の体験をしたから刺さっていくんだと思います。同じように情報を伝えるデジタルガイドにしても、あの例えばあのゲームってあの、たあのなんて言うんでしょうね、切り分けて個別に情報を渡していくんです、お客さんに。環境ストーリーテリングとか言うんですけど、あのなんかここで車が焦げているうん。なんか向こうは看板が倒れている。うーん 昔古い新聞が落ちている。なんていうふうにすると、昔ここで何かあったのかって、だんだんお客さんが気づくわけですね。これ、まさにお客さんが主人公の体験です。情報を組み合わせて、その場所の意味を自分が見いだすっていう体験その。なので、デジタルガイドにしても、いろいろ聞いてるうちに、あこういうつながりがって発見した。それから、あ自国の文化とここが違うみたいなことを分かった瞬間にぐさっと刺さるんだと。 思いますそのなので何でもかんでもガイドしちゃいかんし何でもかんでも教えちゃいけないそのあくまで旅人が自ら気づき自ら関係性を結ぶっていうところを演出できないかなっていうのが個人的なあの狙い目かなと思います。うん、どうですかね素素晴らしい <laughs> 素晴ららししいいやまさに、うん、あの 個人的にそのガイドのまあや役割というか、そもそもガイド、何かその実際に参加する人が、ガイド自体が集さっきおっしゃったそのガイド自体が集約じゃなくて、実際にそれを参加しよう、これをやろうという人が一番集約になるわけなんですよね。でもその集約として、その人が未経験の世界に入るってなった時にやときに、自分の意思というか、 やっぱり入るわけない自分の持ってる価値観だったりこれまでの経験だったりですとかでそれがやっぱり環境というか経験やっぱ影,響影響するというかこれからのでもそれをなんかあのそ,のその人のこれから参加してくる人の意思が読み切れないコントロールしきれない余地というか余裕を持たせたうん、うん、あの 旅の仕方の設計がすごく重要だなと思うその、うん、なんかコントロールしきれない読みきれない部分だからこそが、うん、なんか結構重要なコンテンツになってくるっていうかあコンテンツというか様子様子にはなってくるのかなと思っていて、うん、だからそこに多分ガイドっていう何かをするあの見せる説明する、えーとまあ、案内するっていう選択肢もあると思うんですけれども場合によってまあ例えば 放置させるっていうなんかもあるかな、うん、そのやっぱりメリハリ、うんはい、なんかガイドとしてそのなんか放置させるプレーも全然ありだなと思っていて、うん、でその人との関係性だったりですとかまた、うん、例えばなんですけれどもまあ野塚さん何もしないってわけじゃないんですけれどもじゃあなんか多分アウトドアのツアーとかであれに行ってみんな食事とか終わった後にあのに別にこれからどういうふうにしてほしいかとあれやりたいかっていう あの説明しなくても例えばどっか隅っこのところでキャンプファイアをなんか作り始めるするだけで急に多分火の方にみんな多分やってくると思うんですね。<laughs> で別にそこでどう過ごすかって別に説明しなくてもいいしみんななんかそれぞれのなんか今この空間の中にどういうふうに過ごしたいかっていうところでみんななんかそこからがだから事前に発生する、うん、あの環境をなんか整えるみたいな感じだから、うん、そこら辺でもうち特に何も。 説明してないやってないとかっていうのでそういう時間の余裕も含めて持たせてメリ,メリハリを作っていくことが本当にガイドの最も必要なスキルスキルっていうかセンスっていうか、うん、うんすごい重要なんじゃないかなっていうゲームでもあのテンポとコントラストみたいな言い方をするんですけど あのうわー、走って逃げろみたいな時ときと、シーンとしていて、なんだ、ここはみたいなシーンがこう交互に来る。で、そうすると、お客さんが、聞け、なんて言うんでしょうね、こうテンションを保ってもらえるんですね。ビターっと、ずっとなぎのような状態だと、飽きてしまったり、疲れてしまったりする。そので、よく、あとゲームでよくやるのが、伏線を張るみたいな、こう気づかせるっていう体験ですよね。多分勝手にあのデジタルガイドなんかを聞いていると、 あのデジタルガイドの中に伏線が貼ってあって次に行くところのなんかこうキーワードみたいなものが貼ってあったり入ってたりあとその聞いてるうちにあれってこう後ろを振り向きたくなるというかあれそういう意味だったのみたいなふうにこう気がつかせるみたいな時間差のコミュニケーションみたいなのもちゃんとあったりするんだろうななんて勝手に想像したりしますがいかがですかね。<laughs> まさにはい ああまさにそうだなと思ってその僕たちオーディオガイド作る上でいろんな大切にしているところがあるんですけどそのさっきのメリハリとかもそうなんですけど僕は、ね、余白結構大事にしていてそのユーザーによって実は声が全然違うっていうのが実は結構面白くて、であのくてユーザーによって全然違う口コミというか体験を作れるっていうのは僕らの一つの指標にしてるんですよ。でうん ちょっと一つだけ画面共有もしできたらいいなと、こ画面共有できましたかね、あの、はい、僕らが作ってるあのガイドで、えー、三千院ってお寺、京都・大原の山奥のお寺なんですけど、僕、ま、はあ、オーディオガイドを作るだけじゃなくて、その体験そのものをこう作っていこうっていうところが、えー、結構大事にしているんで、まあ、京都の大原って、この三千院って場所は実は極楽浄土っていうあの、未来をお祈りするっていうために集まってたお寺なんですけど、まあ、オーディオガイドで極楽浄土って言っても何のこと,ちょっとさっぱり分かんないんで。 あの未来を祈るってどうだろうみたいな、その当時の人たちがどんな未来を祈ってたかみたいなのを、まあ、こうナビゲーションしながら、そのガイドのフィナーレに、まあ、みんなに来た人たちに3年後の自分に手紙を書いてもらおうっていう体験をオーディオガイドのフィナーレに作っていて、実はこの手紙をその境内に最後貼っていくっていう、まあ、こういう体験を実は作ってるんですが、まあ、それぞれによって全然この体験の価値の在り方っていうのは違くて、でしかも人がこれ、まあ、ま そそれれででうといないな、まあ、なんんすけどもかかこに温かみがあるみたいなところもあってでしかもいろんな人たちのいわゆるその3年後の未来が張ってあるっていう状態をお寺で作れるっていうのが、まあ、これを実はお寺大切にしてることでもあったんで、まあ、そういった体験を作ったりとかあとオーディオガイドとあ玉をこう体験 で一緒に作ったりして,いてこれ禅の明神寺っていう禅のお寺なんですけどオーディオガイドで禅を体験するっていうガイドを作ってるんですが、まあ、こう飴玉を舐めることだけに集中するって皆さん多分ね飴舐めるときって遊びながらとか仕事しながらなんですけど飴のことだけに意識を舐めるってことは多分ないと思うんですよ。でそれをオーディオガイドでナビゲーションしながら、まあ、これが一つの禅の体験だというので。 えー、一粒の線っていうので、ですね網認識を向けて本堂でなめるっていうのは、まあ、これもオーディオガイドでナビゲーションするんですが、まあ、なんかこういう感じで、ちょっとそ,のそ,のそれぞれそれぞれに実は時間を託すみたいな、うん、なんかそういうその余白感みたいなのは結構僕らも大事にしてて、今の話、すごいなんか親和性があるというかしんあの、思いました、はい、まさに私も今、実は同じことを<笑><笑>、ね。うんうん 話そうと思っていて。面白い。そう,うん、そう、だからこう、デジタルガイドと人のガイドでも、やはりこう、<laughs> 考えることは一緒なんだなっていうの、すごい今面白い発見だったんですけど、私も実は、すごくテンポとうん、うん、 コントラストとかすごく大切にしていたり余白を大切にしてるんですねで例えば、あのー、京都の両安寺に行った時に両安寺の枯山水庭園って皆さんこう写真を撮って終わりになることも多いんですけど実はそこではあえて座って 誰も喋らない時間を設けることで感じるるものがあるんですよでこれは禅の,のお寺なのであのそこで向き合うっていう体験をするのでガイドっていつも喋っているような印象も打たれがちなんですけれどもあえてそれもプロデュースしてるんですねでは今から座ってくださいというような形で案内をするんですけれどもその時間をこうコントロールしてであのそのお客様のこう内部の発見に出会う時間をた プロデュースしててでその時間が決して何もしてないように見えても実は全て計算しているっていうのをすごく大切にしているのでなんかおお一緒だと思ったんですけどなんかねあのそういう意味でこう一、うん、人で旅をしていたら出会えない体験それを人の体験でありあの 人と出会う体験であっても、オーディオで聞く体験であっても、そういった今まで予期しなかったことに出会うっていうのは、本当に旅を豊かにするガイドの,あのできる役割なんじゃないかなと思ってるんですね。うん、でただ、その上で、私がすごく大切にしていることをお伝えするとえ、人のガイドとしてすごくできることは、お客様ってテレビで見たりとか、何かで調べた情報っていうのは、 自国にいてもアクセスできるんですけどその現地に住んでいる人の意見とかって聞けないんですよね。うん、なのであのそういう体験をしてお客様自身で体験してもらった後に。 私のパーソナルな考えですけれどもっていう形で私の,あの考えをシェアするとより深みが出るかなというふうに思ってます。ただ、これを自分が考えていることを100%事実として混ぜこぜにして伝えちゃうと、これはただの,あの甘さが出てしまう。プロフェッショナルじゃない、ただのあの、 ものにあの説明になってしまうので、そうじゃなくてこう説明をした後に自分の意見をあえて分けて、でもきちんと伝えることで深みを出すっていうのをこう人ならではの経験かなという風に思って伝えてます。で、そういうことであ、日本に行ってあの美香っていうガイドが言ってた。美香の考え方はなるほどなと思ったよね。っていう風うに思ってもらうことで、忘れられない体験を作っていこうかなっていつも思っております。とすごい。でも面白いですね。こうやって集まると話がリンクする。<laughs> うん まさに旅がなんかまた本当にで出会いなんですよね、うん、そもそも。うん、結構何、まあ、人にしてもなんか、まあ、発見にしても、体験にしても、な本当に出会いであって、うん、で多分そういう、あのーまあ、今の時代になってくるとその、もしかしたら旅前からの出会いが、ね、作る りですとかその本当に旅1週間半年前とか1年前からなんかつなげていく旅の,のが設計していいくみたいな世界にもなってきてるんじゃないかなってすごい気がしててで最近結構そういった例えば地域地方のコンテンツを例えばわかんないんですけどなんか農業体験だったりですとかみたいなの多分結構多いと思うんですけれどもあのほとんどのいろいろ参加者の話を聞くとなんかのやっぱり農業体験が良かったとかっていうよりもその人と出会ったで良かったとか、うん あのそういこの人たちとこの時間を過ごしてよかったっていうのが結構あってだけど成瀬さんがおっしゃってるそのなんかあのその本当に面白い人たちとかどれぐらいいるのかとかそれはまなんかいろんな地方ではだからそれはまずその体験とか案内することの,そのま,たまさにそのなんて単純にいい,いいものっていうかっていうよりもその出会いどういうふうに、うん あの作っていくかまし、あ、てそのむちゃくちゃ面白い人たちなのかなんか普段会えないんですけどこの人たちと一緒にこの空間で過ごすことが本当にこれからあの長い目での、まあ、ガイドとして考えた時にのがすごいつながってくるなんて、ねまあ、最初のミカ、まあ、さんが最初の方に言われたそのねあの最近そのファファミリーがむちゃくちゃミカさんのお話がむちゃくちゃ盛り上がってたっていうのはまあ、して同じことだなと。うん そうですね。あと、あの、ジャスティンは、あ、ジャスティン、元からの実はお友達で、すみません。呼び捨てにしてしまいました。あ,あ、すみません。失礼しました。僕、ででね、ごめんなさい、ね。私が呼び捨てにしちゃいました。すみません。<laughs> ジ,ャジャスティンさんは、あの、<laughs> 日本、日本出身じゃない、あの、出身がアメリカですよね。はい ただアメリカ出身で日本に来てで今度は日本中の世界とかをこうご紹介しているお仕事なの、うん、だと思うのでそういった中で海外の人にこんな風にこうに説明するとすごい豊かな体験ができるとかすごいこう今まで何でしょうね日本人が意識してなかったけれどもこういう目線だったらすごくもっと面白いのにとかそういうこととかもぜひしょあの教えてほしいなと思うんですけど。 そうですね、まあうん、そことまあ完璧にフィットするかどうか分からないんですけれども、まあ、例えばお酒って、いくら多分お酒とか日本人のコンテンツっていうか、彼、ま、が、あ、商品として酒ツアーなのか、酒,なんちゃツアー酒テイスティングなのかっていう作ったとしても、あの実際にお客様がなんか味わっていただける酒の限界あるわけですよね、<laughs> そもそも。健康とかあれのでもあって。 あのだから別にあたくさん与えられれば与えるほどいいっていう感じではないんですよね。うん、でもそれはお酒だけじゃないと思っていてあの日本酒とかもそうですし、まあ、あの旅,旅のグルメのツアーとかもそうなんですけど多分何もそうなんですと思うんですけれどもなん,かほえなんかほとんどの、えー、と例えばお酒日本酒のツアーで参加したいとかって手上げてもうお金払ってもう 半日2日間3日間1週間とかにしてもよっぽどのすごいなん,か明確のシなんか明確なミッションとか目的を持ってる例外の人たち以外にはですねなんて日本酒を例えば日本酒をむちゃくちゃ飲みたい全てを知りたいかってそうでもなくて日本酒と居心地よく過ごしたいだけなんですよね。うん やっぱりイメージって言いますかね、なんかその、多分それがなんか、じゃあ酒があるからこそ参加してくれるかって、多分そうでではなくて、酒とどう過ごすかっていうのが、自分がそこに想像できる、まあ、エクスペリエンスっていうか、旅っていうか、ができるかどうかっていうのは、結構大きな、あの、そのツアーとか選ぶか選べないかっていうところも多分つながってくるのと、そしてその満足度も含めて、あの、 なんていうかそのあのまあ先ほどの話そのまあ余白の話じゃないんですけれどもじゃあ一日に、えー、と桜4軒しっきり、えー、ときちんと回れるからじゃあこれでいきましょうじゃあそれが一番いいかってやっぱりそうではなくてむしろあの1軒だけでいいからその前後をどう過ごすかっていうのがもっとすごく重要になってくるしあのその あの移動してる時間の間だったりですとかあのたくさんじゃあアルサらラとかいてたくさん飲ませたからすごいよかったじゃあ次の行こうっていうんじゃなくて例えばもう買ったものを違うところの外とか行ってもうゆっくりもう90分ぐらいもうゆるゆるとなんかちびちび飲みながら過ごすみたいなっていうのも別になんか何かやってるかってあんまり。 でも全然なくてでもそれがまたなんか他のその地域の食材だったり空間だったりいろんな他の参加者とか、まあ、ガイドの話する時間にはなるんですね。そのじでそこからあの自然的に生まれてくることが本当にそのまあリアルというかそのほんとガイドの前提の設計、えー、とする、えー、とガイドなるでの価値の特につながってくるなんじゃないかなという気がするんですよね。 なんかあのガイドがもうこれが日本のベストなんですって言った瞬間負けな気がする <laughs> <laughs> そのいや主役はお客さんなんだからっていう話であのどうすると気持ちいいんですかねって僕分かんないんですっていうガイドがいてもいいそので教わってえっ、ー、とよくなっていくそのあの旅のまあ 意義として自分が成長するっていうのもあるんですけどその何か世の中に役に立つとか爪痕を残すみたいなそういう意義もあってそのその時にいや自分が行ったおかげで後から行くインバウンドの客はきっと気持ちよくしてるだろうななんていう話があるとそのすごく気分がよく帰れるで、まあ、実際本人も気持ちよく過ごすし方を教えてあげて、えー、気持ちよく過ごせたしその後ガイドが成長する。その さっきあの漫画とかでこう謎のキャラクターみたいな例を出しましたけどあのそのキャラクターがちゃんと成長していくんですよねそのもの映画の中ではちゃんとでだんだんこう心を通わせてみたいな話になってだから実はあの旅人のが成長するだけじゃなくてガイドが成長することも意義である。 っていいうう言い方ががでできるるような気がするんですよねそうするとあのきっと例えばデジタルガイドであればあのここのとこが分かんなかったみたいなのがアップデートされましたみたいなのが後から通知されると「いや俺行ってよかったな」とかいう話にもなるかもしれないしで Facebook 久々に見てみたら「美香さんがすげえ面白いことやってる」なんて言ったらきっと自分のことのように喜ぶ「旅に行ってよかったな」と喜ぶ。ななんか世の中が良くくっていく変化をする 変化が密度高く感じられる。それが旅みたいな。なんかそういう位置づけもありな気がします。すいません。なんかすげえ抽象度高い話しちゃったけど<や>ごめんなさい。いやすごくあの勉強になります。あの 全国通訳案内士って、まあ、どんな資格かというと、いわゆる国家資格なんですよね。で、まあ,あの、すごく難しい試験を皆さん頑張って勉強して、で、通過して、で、晴れてガイドになるんですよ。なので、こう、ついつい伝えることっていうのになってしまいがちなので、あの、常に、しかも、あの、私もなんですけど、毎週皆さんもいくつもの勉強会に参加したりとかして、でも、あえてそれをお客様に渡すっていう、この勇気は本当に、あの、私たちの 仕事にすごく必要なのかなっていうふうに思ってて、あと同時にすごく今の聞きながら難しいなと思ったのがですね、えー、例えばですけれども国賓とかあの。 スーパー VIP みたいな、<ー>そういった方たちもご案内するんですよ。特にこう、なんでしょう。まあ今、自由化して誰でもガイドができるようになったんですけれども、そういった中で全国通訳案内士にする、来るお客様ってラグジュアリー層がすごく多いので、その中で、いやあのー、どうしたら気持ちいいんですかねっていうのは、すごいタブーで、<laughs> 絶対 絶対に常に守られている快適さを常に提供しつつ余白を提供するっていうこのさじ加減が非常に求められる仕事かなっていうふうに思ってます。ただ、こう説明してしすぎてしまうっていうのは本当に危ういし、同時にお客様を不安にする、玉木さんの方読みました。不安にさせるっていうことによって、はい、あの、ドキドキ、最後に成長を与えるっていうこの体験設計。 充実するんでしょうけど多分ここの不安にさせるだけはしちゃいけないような気がしていてその辺どうしたらいいですかねあのいや難しいですよね。あの例えば例えばなんですけどあの自分一人でやるには,むには勇気が足りないけど誰かが先にやってればやれるっていうあの心理があってあの例えば何ですかね。こう 未知の漬物の中に手を突っ込んで、こう混ぜっ返す、そまあ、ぬか漬けをイメージしてますけども、その、それをいきなり旅人にやれって言っても、えーってなるわけですよ。<laughs> なんですけど、ガイドが先にやるみたいな形で、こう、なんて言うんでしょうかね、試しに先にやってみるから、後でやってみてください。死なないですから、みたいな <laughs> <laughs> あの。そういう、その先に切り開いていくガイドっていうのもあって、いいですよね。であの 何なら代わりにやってみせてあげるあなたはやってもやらなくてもいいですっていう設計ですね。ただゲームの場合はあの最後に必ず客にやらせるんですちゃんと情報を教えてこうすれば絶対うまくいくよっていうことを教えた上ででもやるかやらないかはお前の自由だどうだって最後に突きつけるんです。でお客さんがやってくれるその瞬間お客さんはいや俺成長したなと思うっていうなんかそういう仕掛けになっているわけで。 そのやっぱり最後一回渡さなきゃいけないんですが、そこまでにこうお客さんの踏み台のように、えー、動くガイドですね。お客さんの成長の踏み台として存在するガイドっていうところはあっていい気がしますね。ありがとうございます。今ですね、えー、質問が届いておりまして、皆さんが一人の旅人体験者として感動したツアーや企画、印象に残って っているプログラムなどはありますか？いい質問ですね。なるせさん,うん、うん、ありますか？うんうん、ありますよね。もう本当にいやめちゃくちゃありますね。<laughs> もう、ね、あのめちゃくちゃあるんですけど、世界その実はこれ創業するきっかけになった体験があって、スペインのバルセロナのあのサグラダファミリアにあの行った時にですね、あの外野次郎さんってあのサグラダファミリアでずっとこう鉄骨模もう今や40年ぐらいやってらっしゃる方でまあめちゃくちゃ有名な日本人なんですが。 まあその人に1週間ぐらい実はアテンドいただいて、そのサグラダ・ファミリアの,あの中とかスペインの街並みとかを案内していただいたことがあって、もちろんガイドでもないんですけれども、お時間いただいて回った時にですね、めちゃくちゃ涙が出て、何かっていうサグラダ・ファミリア、彼がこうガウディのこう意思を継いでいるっていう人なんですけど、ガウディがどういう意図で、どういう思いでこう作ったかっていうのを最後、フィナーレに屋上に特別に入れてもらって、屋上からこう見る景色で、こう ガ,ガウディがどういうことをやろうとしてたのかっていう話を聞いたときに、まあ、本当にめちゃくちゃこう涙が出てですね、でそのときにあ、こういう体験をあの世界中、日本中、どこでもできるようにしたらいいなっていうのが、えー、ときっかけだったんですね。で、まあ、そのときなんか、すごい、今回の,そのガイドのあり方とか観光の在り方で、めちゃくちゃ勉強になったのが、なんかその今でもそれを覚えてるんですよ。 今でもなんか授業をやるときとか、なんかいろんな考えするときに、ナウディだったらどうなるのとかって見たりするんですよ。今なっていて、その、どんなアクティビティをしたかっていうのが観光によって大事に言われてるんですが、僕はそこにすごい思ったのが、サイトビーイングというか、こう、どうありたいかとか、 あの、実際に僕もその人に案内いただいてから、実際自分の暮らしをどうしたいかとか、まさにさっき短期さんが言ったような変化とか学びとかもそうなんですけど、なんかこう、どうありたいかっていうことを持ち帰れるとか、あるいはそういうことを学べる、あの、ことによって、今でもバルセナのを覚えてるし、今でもあの体験がより濃く思ってるっていうのは、やっぱその、そこをきっかけに自分の暮らしとか生活をどうありたいかって考えさせられるような、なんかそのサイトビーイングっていうそのあり方を、 考えさせられるようななんかそういうものがこう作れるとすごいこうガイドとしても豊かだなと思ってそういうことを僕らもすごい目指してるっていうのがあってすみませんちょっと長くなっちゃったんですがあのまあそれがすごいこう覚えてる体験ですはいありがとうございますサイトビーング、はい、あとはじゃあ,あ時間もあとねき八分ですねジャスティンさんいかがでしょうかそうですねもうちょっと い,い,まあ、いろいろ、まあのいの結構りすぎて <laughs> どこを何を基準にしたらいいかちょっと分かんないんですけれども、まあ、僕もこういう、まあ、こういう仕事をやっぱりずっとやりたいなっていうのを思ったのが結構すごいシンプルって言いますかね僕もまあ,ありがたいことでいろんな地方での仕事をいろいろさせていただくことでも機会というか流れになっても 10, 10年112 11年とかの前からなんですけれどもそこからたくさんのいろんなツアーっていうか ちょっとしたなんか体験というか経験、がすごいシンプルなものが非常に印象に残ってですね、もう本当に例えばある農家さんの、あのーまあ、古民家というか、別に、まあ、例えば古民家自体はすごい素晴らしいものもあるんですけれども、結構いくらでもあるんですね。じゃあこの古民家が、この農家さんが住まれた古民家が。 よっぽど特別なものだったかとそうでもなくてまあ一般的にはあったとまあ住まれているとでもまあなんか例えばある夏にまあちょうどその季節のつきものを出してもら、ま、ってあの一生瓶をドンって置いてあのもう縁側もうあれは完全にもう全開であのでちらほだにホタルがなんか出てきてもうそこで一緒になんか あのちびちびとお酒飲むながらあむちゃくちゃ最高においしいえっ、ー、とその人が作った漬物をいただくみたいな。でああ,いうのがああいうのを実際に味わえる世界が自分がいるんだっていうのもやっぱり気づいてしまってじゃあ本当にこれから一番まあ なんていう人,人、なんか外国人としているんじゃない、人間として <laughs>、すごくよよ喜ぶのかっていう、喜ばせるのかっていうところが、まさ、あ、にここに、あの根本、やっぱりそここにあるなんじゃないかなっていうのもあって、ままあ、さにそういうのも、えー、そういった、そういう、ほんの少しでもなんか、あの楽しく、おいしく、味わってもらえるような。 あのいろんなプログラムの設計の仕方みたいなところをやっぱりずっとやりたいなっていうのを思ってでそれ最終的にもやっぱり日本これはすごく重要なんですけれどもそういうところを意識することによって日本っていう小さな島に住んでる皆さんの,あのそれを大切にした、えーとえー、の商品っていうかそれを作ることな体験とか経験を提供することによって皆さんなの暮らしが豊かになるっていうのが非常に重要なことだと思うので別に外国人目線とかっていうんだけじゃなくて。 あのその既存のもののまあ豊かさあの何気ない豊かさがすごくあの素晴らしくてまあ、そこら辺あの何気ないだからこそ世界共通の部分でもあるなと思って、はい、まあ、先ほどそのあのまあ例えばえっ、ー、と 何あの超お金持ちの体験とかっていうのも含めてお話あったと思うんですけれども根本的に刺さるところは、はい、トボンボーダーとかそういうのを超える部分もあるので特にこのコロナの一年、ね、いろんなオンラインとかツーアーとか案内とか,なんかやっていくうちにものすごく実感したっていうかあのもうボーダーとか年中とかも関係なくある一つあるに対してみんなすごい喜んでくれるところそこにあるなんじゃないかなって改めてすごい実感してます。う,ーんうん ありがとうございます。本当そう。ありがとうございます。さい、うんえー、最後、玉木さん、いかがでしょうえっと、うん、いや、本当なんか、この回、いいですね。<laughs> あの、めっちゃ楽しいな。あの、延長しますか延長しましょうか勝手に。エンディング、えっと。本当面白い。えっとですね、あの、ゲームって、あの、 一番簡単に死ねる方法なんですよね。そのマリオもバーッと走っていくと、スポッて穴に落ちて、すぐ死んじゃうんです。その <laughs> で、それが人の心を捉えるんです。今、ボーダレスだっていう言葉がありましたけども、あの人をつかむ。どこ外人さんだろうがなんだろうが関係ないんです。生き死にに関しては、<laughs> そので、以前、僕があの佐賀の伊万里市の、えっ、ー、と、伊万里焼の里に行った時に、いろいろこうご案内してくださった方がいて。 でその間、あんまり説明なく、なんとなく見せてもらったんですが、最後に、ここは伊万里焼の技術を持っている職人さんを出さないように、わざと谷に町を作って、塞いだ。で、職人はその中で一生を終えていく。そこで、ここの中に、ここに墓があります。っていう話をされた瞬間にですね、伊万里焼が超美しく見えたんですよ。その ただの綺麗なものじゃなくなったんですね。命がかかっているとか、あと、その、そういうことをしてしまったという、こう、ちょっとした罪の意識、ちょっとしたでもないですけどね、罪の意識だったり、なんかそういうものがぐわーっとこう、目の前にある蕎麦チョコに書いてある絵の中に見えてしまうようになった。その、なので、な,なんていうんですかね、こう、うん、やっぱりインバウンドうんぬんじゃなくて、もっとこう、 みんなに響くプリミティブなそのものというところにもう少し一回フォーカスをしてみたいというふうに思います。そのみんな死ぬよなとかあとみんな生まれてきて喜誰か喜んでるんだよなみたいなあのその辺の話まであの旅の中でしてしまってもいいしなんなら旅人もガイドも等しく死ぬわけでそのなんかその中でたまたま今あって 今楽しいねっていう、あの、その出会いのような感覚を、なんか、 ちゃんと持つそのなんか事前に調べた情報を言えば喜ぶに違いないみたいな,なかそういう話を考えているうちは多分失敗するし、あの出会いを喜べていれば多分うまくいくんじゃないかななんて思ったりします。いやー今より良かったなあ。すいません以上です。今のでもう締めたいんですけど <laughs> 私言った方がいいですよね。いやいやいや,いや,いやもう。どう,どうぞどうぞどうぞ。すい,すいません。いや本当にストーリーテリングすごい大切 <laughs> あのー。 私の場合はですね、実は世界一周を2回やっていて、で、1回目の世界一周が、あの、彼これ20年ほど前なんですけれども、学生時代に行きました。で、アフリカに行った時、まあ、あの、これは今ガイドになったのとは直接関係ないんですけれども、旅が好きになった一番のきっかけです。で、あの、 アフリカに1ヶ月ぐらいずっともうちっちゃな村に滞在して地元の人と一緒に暮らしてでも野菜が全然ないんですよアフリカで、あ野菜食べたいなって何気なく言ってたのを覚えていてある時に地元の人がおいでおいでって言って野菜を用意してくれてどうぞってサラダをくれたんですよでえいよいよ貴重だからどうぞどうぞって言ったらあの食べたいのは美カでしょ で僕は偶然にもあ「持ってたから今もらったからどうぞ」って言ってあげるんだけれどもなんかここに「助ける助けられる」の関係なんて全くなくてよく日本で言うとこうなんか途上国支援をしましょうみたいな話をしてますけれどもなんかそうじゃなくて本当に人との人との結びつきってこういうふうに当たり前に目の前にあってそういう地球の裏側に知らなかった人と当たり前につなぎ合って友情が できるっていうのを私はそこで知って、旅、もっといろんな人に会いたいと思って旅が大好きになって、まあ世界に周一しちゃったみたいな感じなんですけど、なんかやっぱりこう旅、そういういろんな出会いとか、その土地の人との関係で、 出来上がってきたかなと思ってます。ちょっと時間になっちゃったんですけれども、ただまあ本当にあのこの土地でしか体験できないことっていうのを伝えていく、そういった立場っていうのはもう人のガイドに関わらず、オーディオのガイドであったりとかストーリーっていうのを紡ぎ出していてどう伝えるかっていうデザインについて、これからもそれぞれが深掘りしていけたらいいなと思います。もし、あの、 また機会があればぜひやりましょうね挑戦第二弾。ね、本当にねなら瀬さんのちょっとあの本社でみんなで旅しながらちょっとあのちょっとはいいいですよあのできれば夏と冬だけは避けていただければ暑くて寒いありましたすぐにやりましょうはい。今日は皆様本当にありがとうございましたとても楽しかったですそして見てくださった皆様もありがとうございました